ちは、福岡市の高島でございます。今緊急の案件があって東京に、行っていたんですけれども、今空港から、駆けつけた次第でございます。地域福祉ソーシャルワーカーモデル事業のモデル校区になられた皆さん、そして、地域福祉ソーシャルワーカーとして、頑張っていただかれた皆さん、本当に3年間ありがとうございます。お疲れ様でございました。ちょうど東京に昨日は昨晩いたんですけれども、夜地震の速報が入ってきて、夜携帯が鳴ってですね、もう福岡はどうなったんだろうと思って非常に心配をした次第でございます。今年の福岡市の予算、今ちょうど議会中なんですけど、予算のテーマは人づくりということで、地域の絆をどう深めていくかというところを予算のテーマにしているわけでございます。そして去年も地域と子どもというテーマで、まさに地域づくり、連続で、つまり地域というところに大変今力を入れてですね、新年度であれば例えば地域活動デビューの応援事業とかですね、青パトへの支援とか、地域活動にできるだけ多くの方に参加いただけるようにということで、アルミ缶の保証金の50倍にするとかですね、いろんな取り組みをしているわけでございます。ただどうして今福岡市がこうしたことを一生懸命しようかと思っているかというと、それは3年前3月11日があったからでございます。地域を守ってくれるのは一体誰か、万が一があった時に一体誰が助けてくれるのかといった時に、ちょうど阪神・淡路大震災というのが、福岡のようないわゆる都市型の災害だったんですが、あの時に震災直後に閉じ込められた方というのが16万4千人いらっしゃったんですね。で、どうやって助けられたのかな、イメージでいくと自衛隊の方とか、それから、地域の消防の方とか、こういう皆さんが助けてくれたイメージがあるんですけれども、実際は自力で逃げた方が3割、そして家族の方に助けていただいた方が3割、そして近隣の方、それから通行人の方に助けていただいた方が3割。じゃあ公助であるところの、自衛隊とか消防のような公助の部分ってどれぐらいか、ほんの 2-3% なんですね。こうした震災の時に感じたことはですね、もちろん役所のような行政というのも一生懸命頑張って、何かあった時にすぐに助けられるように一生懸命頑張ります。ただ毎年1万3000人ずつ人口が増え続けていく福岡市のような場合ですね、やはりいざその救急隊が到着するまでの間、自分たちの地域を自分たちで守っていかなくてはいけない、それができなくては本当に市民を守ることができないんだということを改めて強く感じたわけです。ですから単純に行政の仕事を、例えば地域の一生懸命頑張ってくださっている皆さんにまた仕事を押し付けようというような、そういった発想のスタートではなくって、本当にやはり地域が機能していかないと本当に守ることはできないんだと思いがあったわけでございます。今回のモデル事業もそうですけれども、今ご報告の中でありました、地域の自治協の皆さん、それから社協の皆さん、それから民生委員、児童委員の皆さん、いろんな立場の方がいらっしゃいます。そうした方が大変その今回うまくお互いに役割ということを話し合って非常にうまくいったという大変嬉しいご報告もあったわけでございます。それぞれ所属は違ってあっても、やはりそれぞれが協力し合ってですね、自分たちの地域をどうしっかり守っていけることができるかということが、きっとこれは福岡の宝になり、そしてこれから日本各地のですねモデルになっていくんだということも私も思っております。福岡は若い人が多いのが大きな特徴です。15歳から29歳の人の割合日本一です。ただそこで驚かれましたそうなんです、日本で一番15歳から29歳の割合日本一なんです。で、今65歳の方の割合ってどれぐらいと思います？全体の5分の1弱なんです。で、福岡は人口があと20年間増え続けるんですけれども、あと10年経つと実は、65歳以上の人4分の1になるんです。今5分の1弱なのが4分の1は65歳以上の方になるんです。かつ団塊の世代の方は10年経つと75歳以上ということになるわけですね。ですから、そうした中で福岡もこれから人口は増えて、で税収もちなみにあれですよ、全国で一番だったんですよ、伸び率がリーマンショック以降だから、すごく元気なイメージ、私ももちろん意識的に発信をして皆さんが元気になるようなことはどんどん言おうというふうに思っているんですが、一方でこのやはり福岡市というところであっても、この高齢化が進んでいくという事実はこれ事実であって、だからこそ今のうちにですね、やはりしっかりみんなで助け合う絆を深めていくような施策を
取っていきながら、また皆様のお力もお借りしながらですね、ぜひ一緒に安心安全な強い絆の地域づくりの福岡市を作れればというふうに思っております。これからもぜひお力を貸していただきながらですね、一緒になって素晴らしい福岡を作っていきましょう。どうもありがとうございました。